カルボーニアは、イタリア共和国サルデーニャ自治州南サルデーニャ県に、ある、人口、約2万8000人の基礎自治体。かつては、鉱山の町として発展した都市で、町の名もこの地域に豊富に埋蔵されている石炭を、意味するイタリア語カルボーネから付けられている。サルデーニャ島の西南部に位置する。カルボーニアの市街は、 イグレジアスの南約 16km、州トカリアリの西約5 2トル、オリスターノの南約8 2トルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。この都市はムッソリーニ政権化、付近の鉱山で働く労働者のための住居を提供するために建設された。市の公式な設立は1938年12月18日のことでムッソリーニは 都市の設立式典に出席している。1938年以来、都市は鉱山都市として大きく発展した。イタリアの各地から大量の人々がこの町に移り住んだ。1970年代に鉱山が閉山すると、カルボーニアは高い失業率に対処しなければならなくなった。今日、カルボーニアの労働者の多くは重工業部門や運輸部門で働いている。 2005年にカルボーニア・イグレージアス県が、カリアリ県から分かれて成立し、イグレージアスと共にその県ととなった。2016年、研究行政区画の統廃合の結果、新設された南サルデーニャ県の所属となった。カルボーニアには、以下の分離集落がある。ありがとうございます。